生まれた都市によって、いろいろ世代が分かれています。ベトナム戦争が終わって、兵士たちがベトナムに帰り、そこから、ベビーブームが起こりました。第二次世界大戦後15年から20年の間、1世代というものが、続きます。そしてその世代によっては関心も違うし、第二次世界大戦後に生まれた子どもたちは、それ以降いくつかの、異なる世代というものに分かれています。例えば1970年代の子どもたち X 世代というのは、誰もいない家に帰ることが多かったので鍵っ子世代と呼ばれました。大人たちの監督や監視が低下して、家の鍵を自分一人で開け閉めして過ごす子どもたちの世代です。前の世代と比較すると、彼らの両親の離婚率は高く、家以外の育児施設が普及する以前に母親たちの就労が増加した世代性です。その次は Y 世代、ミレニアルと言われる1981年から1996年頃生まれた世代。その次は、Z 世代。これはテクノロジーがもう発達したところで生まれた1997年から2012年頃生まれの世代。さらにはその次のジェネレーションアルファという世代も出現しています。でこの世代によってさまざまな違いがあります。例えばテクノロジーが発達した世代は、テクノロジーのなかった世代と比べるとコンピューターを使う量が全然違いますね。お前の世代はあまり新しいテクノロジーを使いたくないと思いますね。期間にある世代が特色を持って生まれて、でそこの状況によって心の状態というものが規定されます。ですからこの世代によって性格も、異なってくるし、関心事も異なってきます。ある世代はテクノロジーにとても詳しい、ある世代は自然とかに親しむ。そしてその世代によってものの見方や勉強の学び方、スタイル、そういったものがとても違うわけです。だからバックグラウンドも状況も大きく変わってきますね。
今日はこの若者について話すためにご覧のようなタイの書いた本を参照しました。これは、ベトナム時代2番目の本は1965年に書かれたベトナム戦争下の20歳の若者たちへという本です。ベトナム戦争の間、若者たちは兵隊に行かないといけないし、でそのような戦争の下で若者たちは未来は一体どうなるのかと、そういうことでした。そしてその次には1982年、これはベトナム戦争が終わった後の世代の若者たちへというメッセージの本です。そしてタイはベトナムを離れて、そしてタイだけではなくベトナム戦争の後にはたくさんのベトナム人が外国へ逃れていきました。そして外国でコミュニティを作り始めました。そういった世代の若者に向けてのメッセージ、そしてその次は2005年、約40年後の若者たちへ、ですからその若者たちがどのような世代でどのような状況の中で育ち、どのような関心事があるのか、1982年から2005年までの間にも ここの40年の間には、世代がいくつかありましたけれども、ベトナムから海外に逃れていくという点では多くの共通点を持った、若者たちに対してのメッセージでした。そして最後、2005年に若者たちへのメッセージを書いた、今はもう20年経っていますが、私は状況としてはあまり変わっていないと感じています。1982年と2005年にも状況の違う子ども若者へのメッセージでしたが、本質的には、通じています。根本的にはその若者へのメッセージは、変わっていないですね。それを見ていきましょう。タイの若者たちへのメッセージ、その具体的な内容に踏み込む前に、この Forever Young という歌を見てみましょう。これは息子が4歳の誕生日に父親が息子に向かって、歌う歌です。で、この歌は今日のテーマにぴったりだと感じています。君に変わらぬ神のご加護がありますように、君の願いが叶いますように、いつも人に施しができますように、そして人からも施してもらえますように、星へはしごをかけられますように、そして一段一段登れますようにいられますように、いつまでも若く、君が正義の人となりますように、真実の人となりますように。
何が真実かを知り、そして自分を包む光を見れますように。いつも勇気を持ち、まっすぐ立ち向かい、強くいられますように。今ね、ずっとこの歌詞を読み上げていっていますので、今日送った歌詞を皆さんはね、見てください。ずっと読み上げています。May God's blessing keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay forever young. Bây giờ mình thấy trong bài hát này một người cha mong cho con 4 tuổi của mình lớn lên. Chino negai, musuke tai suru. Takusan no yume o motte imasu ne. Làm cho mình phải có những ước mơ, phải đạt có những cái nguyện vọng, những cái ao thao thức và phải thực hiện được những cái ước vọng đó. Phải lớn lên. Biết tôn trọng sự thật. Tất cả の願いがあります。正義の人になりますように、真実の人になりますように、何が真実かを知り、そして自分を包む光を見れますように、いつもポジティブでいるように、幸せであるように、
これは若者たちの関心事でもありますね。そして今年を取っている人も若い時にはやはり同じようにこういう、若者の関心事向き合いました。私たちの社会で生きていく上での理想というもの、そして目の前に迫ってくるたくさんの障害を乗り越えていくぞというこういう願い、私たちは平和の心を持って人生をポジティブに変容させていきたいという願い、thời kỳ năm 1965 là lúc mà chiến tranh Việt Nam nó bắt đầu lên. Thế 今画面に出ているのはこのタイの本の目次ですね。Lúc đó là 40 tuổi viết cuốn sách này nó cái tuổi 20. Thì trong một vai trò của một người lớn, một người anh. タイは1926年生まれなので、このベトナム戦争下の20歳の若者へという本を書いたときには、まあ大体40歳でした。しかし、タイの時代は、上の世代が後の世代のために平和を準備するということに失敗しました。戦争が起こり、その中でいろんな批判合戦が起こり、そして若者たちは上の世代を批判しました。タイは、このベトナムの苦しみを乗り越えるためには上の世代をやっつけるたり批判するのではなくて、若い世代と上の世代が共に語り合って困難に向き合おうとしました。若者も社会の苦しみというものに気がついています。上の世代が実現できなかったこと、たくさんの人々が貧困によって亡くなってしまうこと、そして戦争、ベトナムは植民地となっていました。その時代、そしていろんな世代が批判し合いながら争っていました。それをまず気づき認識しないといけない。この一番というのは第一章目次の認識です。で、その認識して違いを認識し合ってお互いを理解し合わないと道は開けないと。この第一章は認識です。そして第二章が孤独。その認識することによって、理解し合うことによって孤独を乗り越えていかなければならない。そして第三章が、これが理想と書いてあります。そうやって私たちの理想を見出していく、人生の困難を見つめ、苦しみや痛みにずっとつきまとわれていたら、私たちの理想というものは見えてきません。本当の美しさとか真実といったものが生まれるためには、ですから第4章教育と書いてあります。そのためには教育が必要だとタイは言いました。なぜなら社会は
いろんな資格とか、そういうものを求めることによって若者たちに過度なプレッシャーを与えていく。そのような強烈なプレッシャーの中では若者たちの力が必ずしも発揮できない。教育というものを見つめ直さないといけない。そのためには両親とはどうあるべきか、両親と子供の間ではどのような教育の関係を築いていったらいいのか、適切な教育の、そうでなければ教育というものはロボット製造のシステムになってしまいます。ですから必要となってくるのが次の第5章、愛ですね。これは夫婦の愛、そして、家族と祖国のへの愛、そして第6章は夫婦カップルの愛、そして第7章が宗教となっています。そして第8章はまあ最後の言葉というふうに、なっています。これがそのタイの書いた二十歳の若者への目次ですね。で、今述べたような、認識、そして孤独、理想、教育、愛、宗教、そういった関心事が若者の関心事になるわけですね。若者の孤独というものを考えるときに、まあ若者だけではないんですけれども、平和な家族、仲間を作るためには、例えばサンガの作り方を学ばないといけない。14のマインドフルネストレーニングにも、ここに挙げたようなトピックが、語られています。例えば宗教が精神的な、スピリチュアルな、真実の生き方というものを出現させる。スピリチュアルな人生というものは、例えば神というその超自然的な力を持った神が、何かを判定するとかっていうようなことが、まあそれまでは信じられていたわけですよね、宗教で伝統的には。ここで語られているようなトピックが今も共通だと思います。私たちがくぐり抜けていくね、ですから kinh nghiệm của những người đi trước họ đã vượt đã vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào và có thể làm như thế nào. 若者たちだけでこういう問題を語り合う、それだけではなかなかいろんな困難を越えていくことは難しいでしょう。だから上の世代ともこういう話題について語り合っていくということが大事だと思うんです。で、今のこの画面は、恩子、地震と書いてあります。タイが、1982年に書かれたベトナム文化の未来という本の、これは序文です。tiến vào giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, thì có khoảng この
hơn 1 triệu người. 本が書かれた時代はベトナム戦争の後にベトナムが国家として独立した時代です。そして、たくさんのベトナム人が、海外に逃れていって、海外のいろんな国でベトナム人のコミュニティが生まれていた時代です。ベトナム戦争というのは、理想のぶつかり合いでした。いろんな理想がぶつかり合いました。この時代にはまあ、共産主義というのが他のアメリカの資本主義の国の兵士たちとぶつかり合いました。そして、植民地、どっちの植民地になるか、どっちの傘下に入るか、その両陣営に引き裂かれたベトナムの人々は犠牲となりました。犠牲者です。多くの人たちは国に残ってどっちか引き裂かれて生きるしかなかった。この絵を見てください。漫画を一緒に働いてるんですけど、彼らはこの車の車輪は四角です。で、左の人が丸い車輪の方が速いよと話しかけていますが、真ん中の人は今忙しいんで時間がないんだ。そして、まあ、早く行かないとと言って人の意見を聞かない。この先輩がすでに丸い車輪を発明しているのに、若い世代は耳を貸さないんですね。これは車輪の再発明と言われているお話です。すでに上の世代が丸い車輪を発明しているのに、四角い車輪で押し通していきます。丸い車輪の方がスムーズに転がっていくんですけれども、そうやってより転がる車輪を前の世代が経験を持ってもう作っている。それに見向かさなければ大きなロスが起こります。ですから、人生では いろんな心配が起こってきます。未来に対して、タイは序章でこのように書いています。少し前までは
顔を泥まみれにして池のほとりで遊んでいたのに、今ではすっかり君は大人になって人生について考えるんだね。人生にはいろんなことがありすぎるから、一緒に座って将来のことを考える機会などめったにないでしょ。私は君よりも年上で、君に伝えたい話は平和のうちに語られるべき内容です。そこで私はペンと紙を手に取って君に伝えたいことを書き留めました。まず伝えたいのは、私は君たちを強く信じているということです。どうか自分自身の自由に気がついてください。やりたくないことを強制する権利も、やりたいことを禁止する権利も誰にもないのですから。今もこれからも己の判断が正しいか間違っているかを気にすることよりも、自分自身の認識に従って行動し、自分の経験から学ぶことが大切なんです。そして決断を下すときには、その決断を明確に理解して責任を取る勇気を持つことが必要です。もしそれができるのなら、私はここにいようが死んでいようが、あなたと責任を分かち合いたいと思います。これがタイがこの本に書かれている条文なんです。ですからその自分の決断を明確に理解して責任を取る勇気を持つことが必要ですと対応しちゃっています。この本の中で、ベトナムの文化の将来という本の中で、ベトナムでは李王朝という王朝があって、その時代には仏教がとても大きな平和をもたらす力になっていました。そのような時代にタイは戻したかった。400 năm. Trong đó, lý thuyết của đạo Bụt, của cuộc sống từ bi, của lòng thương yêu, của sự hiểu biết, của sự dũng cảm. その理王朝には、仏教が人々の慈悲と理解と愛の礎となっていて、国王がその仏教の教えによって国を平和に治めていた時代です。その時代のことをタイはいつも理想と描いていました。そのような、歴史に学んで、歴史に、勇気づけてもらうということはあります。李王朝、そして、聖王朝、あ、聖じゃないね、なんだっけね、秦王朝、những người cai ngục ở trong này cũng rất là lạnh, thành ra xin để ý đem chăn ấm đủ. Tù nhân. Tôi còn nói nữa là trọng yêu dân như là thương, trọng thương dân như là thương con gái của trọng bị, thương dân như thương con. Sẽ giúp cho thương dân thì dân thương,
Như vậy nó sẽ tạo cho đất nước hùng mạnh rất là nhiều. Và cái nền tảng của sự thương yêu, của sự hiểu biết. その国を治める人が国民を子供のように愛し、愛と理解によって、たくさんの国民たちの細胞の一つ一つまで染み渡るような、その慈悲と理解のエネルギーを降り注いだ、そういう時代がベトナムにはあったんです。そしてこの本の中で、タイは生活環境の保護についてもたくさんのことを述べています。それは産業の発展と生産の競争によって、人々は生活環境をはじめあらゆる環境破壊を行っている。川や湖が汚染され、海、空気が汚染され、土地や木が汚染され、魚は水の中で死に、鳥は海岸で死に、動物は森で死に、人々は胎児の危険を引き起こすような化学物質に苦しむ。それでもなお私たちは自然を搾取し続けて、全てを搾取したいと考えてしまう。私たちは大量消費に慣れていて、人間は常に新しい消費必需品を生み出し続ける。軍の核開発競争と相まって、市場と政治的な影響力をめぐる競争というものが人類を絶滅の危機に追いやっていく。私たちのこの国はこのヒステリックな競争に参加すべきだろうか、それとも新しい道を創造する必要があるのだろうか。シンプルで平和なライフスタイルを創造することは可能だろうか。Trong vòng gần nhất là mấy chục năm nay, từ khi mà có cuộc cách mạng kinh nghiệm, この消費というものの持つ危険性というものに気づかなければならないと。科学技術というものはもちろん、テクノロジーや機械を生み出して、私たちの生活に重要な役割を果たします。この300年間、科学技術は急速に発達してきました。そして環境を大きく変化させました。ですからこの科学技術の発展によって、川が汚染されたり枯渇したり、環境に大きな変化が起こってきていますね。人間の大量消費によって、自然に被害、歪みが起こってきて、人間が、人類が自分自身の絶滅を引き起こしてしまう恐れが高まっています。環境破壊。この本の中で、Thầy Nhật Hành viết năm 2005 khi mà thầy trở về Việt Nam lần thứ nhất vào năm 2005, thì cuốn sách đó có tên là Tuổi trẻ. 2005 năm, Thầy ở Việt Nam đi, khi quan sát được. Này người bạn trẻ, tôi muốn mời anh, tôi muốn mời thầy và một giấc mơ
ベトナムの夢について語っています。若い人たちにこのように、親愛なる若い友人たち、一つの夢に参加するようにあなたをお招きしたいのです。私はその夢をベトナムの夢と呼んでいます。タイがベトナムの夢と呼んだその夢へ若者たちを招待するとおっしゃいました。タイの言葉はこう続きます。ベトナムの夢はカンボジア、ラオス、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ミャンマー、韓国、日本、そして中国と仲良く兄弟愛を持って生きる美しく優しいベトナムの姿です。人々はこれらの国の間をビザなしで旅行し、共通の通貨を使用しています。タイはこのようなアジアの調和を夢見ていました。私たちの各国が兄弟愛を持って共通の場所を建設していくんだと。タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、南アジアの国々、そして韓国、ジャパン、日本、それらがお互いの調和を持って兄弟となる。ベトナムは中国の植民地となって属国となっている時代が長かったですが、それでも兄弟を持って私たちの国はお互いハーモニーを持って調和を持って生きる術を学び合う。それがタイがベトナムの夢と呼んだものの一つです。私たちは共に歩いていくと。それらの国の間をビザなしで旅行できて、そのような兄弟愛を持っていけば、たくさんの困難を一緒に乗り越えていくことができる。私たちは人間です。マレーシアもインドネシアもシンガポールも人間として、同じ人間として、同じ心を持つ人間として、sống trong tình hình để dân chúng các nước qua lại không cần chiếu kháng và tất cả sử dụng một đồng bạc chung. Đây là mô hình mà thầy Nhật Hạnh có thấy nó khá thành công ở bên cộng đồng chung châu Âu để dùng chung một cái đồng bạc là euro. Thì nó có thành hay không thì ngay cả cộng đồng chung. Đây là, 例えば EU の連合とかがありますけれども、そのようなアジアでの連合というものを成功させたかった。違う国が一緒に座ると話をすると、さまざまな違いが浮かび上がってきます。dữ dội quá, nó tàn nhẫn quá. Mà những người tham dự cuộc chiến đó sau này đã nảy lên cái ý kiến là lập nên cái cộng đồng chung châu Âu để những chiến tranh như vậy
すぐ隣の国との間でももう数えきれない人たちが犠牲になっていくような戦争が起こる。そのような近くの国との間での戦い、葛藤といったもの、そういうものを終わらせないといけない。そのようにして私たちの時代の戦争というものを終わらせないといけない。そして対話を続けます。ベトナムの夢は、ベトナムの人々がセックスやお金や権力や名声を追いかけることに時間を費やすのではなく、外に出たり座ったり山に登ったり海に行ったり自然の美しさと共に暮らしたり兄弟関係を築く機会を毎日たくさん持っていることを知っているベトナムの姿です。ベトナムの夢とは、子供も大人も約束の地、天国、または極楽浄土が今この瞬間に存在するのであると知り、十分に楽しむことができるはずだと認識している姿です。タイはこう述べています。この20世紀の我々人類の生き方は、năng suất hoạt động, năng suất sản xuất của người lao động nó tăng rất là nhanh. 人間の生み出す製品が消費するための製品が膨大に増大して、nhiều quá rồi. Những cái mặt hàng chúng ta cần đó là có đủ rồi.もう2000年の段階で我々の生み出す商品がとても増えているので、実際人間は昔ほど働かなくても物に満たされている状況が訪れていました。物が飽和状態に達していたので、だから本当は文明が進んで物が増えてきたので、私たちはもう働く時間を減らすことができるほど物を持っている。なのにその調査によると、我々の労働時間はどん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 それにもかかわらず伸びていった。夜も残業したしていくような、それは自分と他人を比較し、人よりも上を行こうとする欲望がかかっています。隣の人よりも友達よりもいい車が欲しい、豪華な贅沢なものを手に入れたい、他の人よりも自分の子供はいい学校に入れたい、そのような欲望が果てしなく時間というものを消費して、いい学校に入れるためにさらに働かないといけない、そういう現象が起こってきて、物が溢れているのに私たちのゆとりというものは失われていくわけです。そのような社会の中で成功を収めるために、人々は、そして子どもたちは過度のプレッシャーを与えられる状況が生まれていきます。そしてそのような欲望に根ざした夢を追い続ける両親の欲望はどこまで行っても叶えられることがないんです。
タイは呼びかけます。ベトナムの人々よ、私たちはそうなってはいけないと。もっと外に出たり、一緒に座ったり、山に登ったり、海に行ったり、自然の美しさと共に暮らしたり、兄弟関係を築く、友愛関係を築く機会をたくさん持っていることを知っているベトナムの姿、それがベトナムの夢だ。親は子供に物質的なものを残そうとします。土地を残す、お金を残す。しかし本当の幸せとは何なんでしょうか。そんなにお金が必要なのか。お金よりもっと子供が望んでいるものはあるんじゃないでしょうか。それは両親の幸せです。ベトナムの夢とは、子供も大人も約束の地、天国、極楽浄土が今この瞬間に実在するものであることを知り、十分に楽しむことができるはずだと認識している姿、それがベトナムの夢だ。タイはそうおっしゃっています。遊ぶ、それは自由を意味しています。そして常に愛と理解を持って子供に接する、それは難しい問題ではないです。本当に多くの人たちが年上から本当の意味で理解されたいと望んでいます。だから若い世代と腹を割って話し合うことができるということが必要です。お互い同士ケアし合い、一緒に座って話すんです。私はもう60超えてますけど、例えば40代の人たちと一緒に座って話します。若い世代というのは成功しなければいけないというプレッシャーを社会の中で大きく与えられています。両親やあるいは兄弟から成功するように求められ、地位や名誉、お金、権力、追い求める。タイはおっしゃっています。たくさんのお金が欲しい、高い地位が欲しい、権力がもっと欲しい。でもそのことで人は命を失ったりします。ダマパダで
こういう言葉があります。本当に豊かな人は満足をしている人だ。自由、それが真の幸福だ。自由の心によって私たちの止まらない思考というものをストップできるようになる。プランベリッジでは鐘の音を聞いて今ここに戻ってくる。思考をストップする。これがタイが若者たちに求めた一つの夢です。この新しい世紀、2005年新しい世紀の始まりにあたって hòa giải được với người thân và tìm được nguồn vui sống. そしてさらにベトナムの夢は続きます。台湾はおっしゃっています。ベトナムの夢はベトナムの人々がシンプルにしかし幸せに生きる能力を持ち、時間と愛情を持って働くことで国の内外の人々の貧困、病気、教育を受けられない状況、家族親類との和解、喜びの源を見つける手助けをすることです。自分の国以外の人々も貧困や苦しみ病気を助けていく、それが兄弟愛だと。そしてこう続きます。ベトナム人の夢は川、山、森、海、野原を守り、私たちと子供たち、孫たち、そして世界を守り、この国の雄大で美しく豊かなすべてのものを誰もが受け継いでいくことです。それぞれの国がそれぞれの豊かな美しい遺産を引き継いでいます。そのような遺産が破壊されてしまったら、人間の欲望によって森を破壊し、vì cái nghề may mặc đó để mà nhuộm để làm ra những cái màu sắc để may những cái quần áo đó phải nhuộm phải dùng bông thì cái nghề mang áo quần đó, nó cũng đóng góp rất nhiều khoảng mười mấy phần trăm vào những nguyên nhân làm nóng lên trái đất, thay đổi khí hậu. Thì đây là gì? Bởi vì chúng ta chạy theo cái văn hóa tiêu thụ thôi. Chúng ta tiêu thụ nhiều quá. Ảnh hưởng tới gia đình này, ảnh hưởng tới môi trường này. Thật ra nó khô chỗ cả. Kiên cài ổ khôi thế 稼働し続けることによって地球は温暖化を招いたり自然を破壊したりしていく。
cả đều thấy được rằng không có tôn giáo và chủ thuyết nào cao hơn tình huynh đệ, cao ベhơn トナなムの夢とは対話続きます。祖国に住むベトナム人があらゆる宗教や教義を信じる権利を有し、兄弟愛、心の開放性、寛容さ以上の宗教や教義はなく、誰もが伝統的な宝物と洞察と幸福を豊かにするものの見方について学び、受け継ぐことができるということです。宗教というのは本当の真実や美というものに基づいて人間が生きていく道を示すものです。違う人間たちがお互いの見方を受け入れ合い、こっちの方が正しい、あっちが違うというふうに分離して考えるのではなく、調和を持って話し合う。これはマインドフルネストレーニングにも書かれています。具体的にね、さらに対話はこう続きます。ベトナムの夢とは、中国を含む近隣諸国が互いに侵略し合ったり争ったりすることなく、ベトナムの国、文化、人々の美しさと可愛さを愛し楽しむ方法をしていることです。なぜならベトナムの人々たちは川や山を保護する方法を学んだからです。私たちの文化と人々は平和的な共存、兄弟愛、外交、周辺国との相互扶助の生活を信じ、武器と軍隊だけがものを言うのだとは信じていません。今ロシアとウクライナの戦争でもそうですが、ロシアがウクライナに侵攻していますが、すでに過去においてこのようなベトナムもそうですが、ある国が他の国に侵攻して植民地にするということがすでに歴史の中で起こっていたわけです。中国のような強大な国が過去においても小さな国を併合していくというようなことが行われました。ある人たち、強い人たちが他の人たちの土地を奪う。しかしそれがロシアもそうですけれども、侵略という形で奪うのではなくて、そこで例えば話し合いや調和を持って共存する道はないのか、タイが理想とした李王朝、秦王朝、その時代にはそのようなことが現実に行われていたわけです。調和を持って、仏教の愛を持って、平和を持って、
nó là một khoảnh khắc mở rộng bờ cõi, nhưng mà thay vì chiến tranh thì có một cách sống chung hòa bình hơn và giúp đỡ nhau. Thì mình nói đọc lại lịch sử đó thì nó có những それが今の最後の文章。私たちの文化と人々は平和的な共存、兄弟愛、外交、周辺国との相互扶助の生活を信じ、武器と軍隊だけがものを言うのだとは信じない。私たちは過去の歴史を振り返ってみてもそうです。国を、山や川を、環境を守っていく、そのような力というものを養っていかないといけない。武器や軍隊の力を強くするのではなく、mà trong đó là thầy là đưa ra một cái giấc mơ cho mình để mình mơ. Còn những giấc mơ đó đẹp, thầy Nhất Hạnh có còn là thầy Nhất Hạnh nữa hay không? Khi thầy muốn dìu mình vào một giấc mơ, dù là một giấc mơ đẹp. Cái điều ở đây là mơ đẹp, 美しい夢です。Trong cái cuốn sách nói với tuổi hai anh, tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng là chúng ta phải nuôi cho được một cái ước nguyện. しかし、タイは言います。私たちの大きな願いというものは、生きとし生けるものを救う理解と愛によって、そしてもちろん理解と愛によって自分自身を救う、そして自分自身と同じように自分の以外のものを救う、それがベトナムの夢だと。そのためには今ここの真実というものを本当に知らなければ、今ここに帰ってこれないといけない。そしてタイは私たちに道を示してくれました。自由になり、お互いを尊重し合い、愛し合う。私たちが本当に生きるために。しかし、そのような大きな夢というものは、一気に叶えられるものではなく、少しずつ、一歩ずつ、私たちの五感が欲望する性的な快楽やお金や地位名誉といったものを追い求めていく人生ではなく、幸せと調和の中で生きることの意味、そして自分自身がそのように幸せに生きること、それが自分以外の人たちの幸せへとつながっていく、そのような世界が実現できるような条件を私たちは若い世代のために整えていく。仏教の信者も非仏教徒も健康で思いやりにある社会を作っていくために、そのために若者のウェイクアップという、運動があります。これはタイの教えに感銘を受けた
18歳から35歳の若いマインドフルネス実践者のアクティブなグローバルコミュニティです。私たちは自分自身を大切にし、幸せを育み、より健康的で思いやりのある社会の構築に貢献するために共にマインドフルネスを実践します。私たちは不寛容、差別、貪欲、怒り、絶望に圧倒されている世界を助けたいと思います。私たちの社会が引き起こした環境破壊を見て、私たちの地球が長い目で見て生き残れるような生き方をしたいと思います。これは今ウェイクアップムーブメントのね、解説です。このウェイクアップの運動の中では5つのマインドフルネストレーニングを学びます。そしてこれは私たちの応用仏教の基本となります。マインドフルネス集中洞察の実践は自分自身と世界の中で寛容、無差別、理解、慈悲を培うのに役立ちます。私たちがどのように平和な家族を作り上げていくのか、私たちはプラクティスを していくことで、そういうことを実現していくことができます。これがウェイクアップの歌になっています。英語の歌です。ウェイクアップソング、今朝送りましたので歌詞をご覧ください。Alright, I think we're ready. This is Carmelo. He came with me from Michigan. Yeah, he's originally from Haiti. And he's one of my favorite drummers and human beings. And this is Vera on violin from Berlin. Alright, planting seeds. We're planting seeds for new communities. It's time to wake up to be the change. To be the change in the world we want to see. It's time to open up, redefine society. No gun nearby. We're planting seeds for new communities. Please wake up, wake up. Chúng ta đã nghe những lời chia sẻ về đạo buộc cho tuổi trẻ mà dựa vào ba cuốn sách của Thiền sư Nhất Hạnh, là cuốn Nói về tuổi 20, Tương lai văn hóa Việt Nam và Tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng. Tuổi trẻ giai đoạn nào cũng có những cái quan tâm, những cái ước mơ, những cái thao thức. Và tuổi trẻ nào cũng có những cái cô đơn, cũng có lý tưởng, cũng có những quan tâm về học hành, của vấn đề tài chánh, của thương yêu, của tôn giáo. Tuổi trẻ nào cũng có mong muốn được một cuộc sống an lành, tạo một cái tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai. Yori yoi mirai wo kizuku tame ni
このウェイクアップの運動によって若いマインドフルネスの実践者が一緒になって5つのマインドフルネストレーニングを実践し、夢を実現しようとする。私たちははっきりとした方向を持ち、仲間のサンガを持っています。上の世代がまた若い世代たちを一緒になって、若い人たちの声を耳を傾ける、彼らからもたくさん学ぶことがあります。私たちの継続です。若い世代はですから、前の世代が犯した過ちを繰り返さないように、私たちが土台を作らなければいけません。若者たちのための仏教のその具体的な実践は5つのマインドフルネストレーニングに記されています。このようなコミュニティに属して若者たちが早い時期に5つのマインドフルネストレーニングに触れ合うことができたら、若者というのはたくさんの幸せになる可能性を秘めた存在だから、私は若者たちが理想や真の幸せというものに触れることができ、それを実現していく5つのマインドフルネストレーニングによって、そのように心から望んでいます。ありがとうございました。それでは今日の講義を終わる前に、ガイドで少し座る瞑想をしましょう。では背筋をまっすぐ伸ばして。